はい、こんにちは。札幌占い美容師早川氏のことです。今日パーマです。ゆるふわのパーマをちょっとかけるんですけど、もともと直毛で、はい、いつもコテで前髪ちょっとくるっとさせてるんですけど、はい、この分け目がこううまくいかなかったりとか、なんかいい感じにこう流すっていうのが難しくて、変な分かれ目になっちゃったりだとか、もっとふわっとさせたり、あ、そうですそうです、自然な感じで横に流したいなと。ふわっとこうしたいけど、なんかこれがこうなったりこれがこうなっちゃったりとか、そうです、ね、この毛がなんかこうなりやすいですもんね。じゃあそこは前髪は絶対失敗しないドライングパーマっていうのがあるので、はい、そのパーマで前髪はちょっとやっていきたいと思いますね。スマートロットっていうのを使って、まあ、ゆるふわな感じにスマートロットでかけていきたいと思いますね。乾いた時ちょっとだれちゃうらしいので、濡れてる時はいいんですけど、なのでまあ乾いた時と濡れてる時のウェーブ差があんまり出ないような感じにちょっと加工していきたいと思います。切った方がもうちょっとこう曲がりやすかったりとかする部分はちょっと切るかもしれない。量って多い方ですかね。いや、多くないと思います。あ、はい、量は大丈夫じゃないですかね。さっきのやつ見せてもらったやつは、あ、この辺がシャープなんだね、この人ね。あまり削ぐとパサってなっちゃうんで、パーマの時この辺量ないんですよ。あ、じゃあこのままでやっていきます。はい、お願いします。はい、これがビフォアの状態です。そぎがちょっと入ってますね、毛先の。はい、ではプレミアムロットを使っていきます。すごいでしょ、これ何がすごいと思いますか。ないです。なんかすごい感じします。いや、普通ですよね。あのペーパー使いますよね。ペーパーとゴム、はい、パーマってペーパーとゴムがいらないんです。シャンプーで流したりとかするんですね、はい、一液とかを、はい、その時にペーパーとゴムあるとちゃんとお湯が流れないんですよ。で、一液しっかり取ってあげて、二液の作用をしっかりさせてあげた方がかかりが綺麗になるので、そういう意味でこれなんかね、簡単にこうパカってはめるだけ。はい、簡単そう。これ何をどうやって使うか分かりますか。分かんないです。そうですよね、分かるわけがないんですよ。かけます。はい、あの、つけ巻きします。ポンプつけますね。はい、薬剤をつけます。まあ大体かけるところにね、はい、下すごい飛んでますけど。ここで、ムササビトリートメント、まあうちはもう別、まあ常に使ってるんですけど、このムササビのトリートメントを、全体にしていきます。で、あのムササビは、これね、ムササビトリートメントを、で、ムササビつけて、あと一液もね、もうつけてますから、前髪とか、でムササビは何がいいかっていうと、加齢毛とか、ちょっとダメージ毛とか、まあ、そういう時に結構威力を発揮して髪の毛がちょっとね太くなる感じです。僕結構つけ巻き泡トフですね、基本的には。こんな感じで泡トフします。なんで、あのターバンとか、ま、ターバン、ここ多分何年もターバンとかしたことないですね。はい、っていうのはどうでもよくて、で、かけ方なんですけど、特にそんな特徴はなくて、ごめんなさいね、全然そっき通しちゃっていいんです。はい、かけます。まあ、カットと同じような感覚で巻くんですけれど、はい、パーマはこの厚みがね、かかり具合を左右しますので、髪の本数ですね、この本数を指でこういう風に合わせていきますね。あまり小麦も使わないので、黄緑巻きます。はい、でくるくるって回してテンションかけて、そのままで、このスマートロット自体が、何が違うかっていうと、毛先のテンションが結構緩くなるんですよね。なんで根元から、均一なカールがかかりやすいのがこのスマートとかの、ね、でゴム掛けもいらないからめっちゃ楽ですよ。はい、こんな感じでかけてくるくるってこれ回るんですよね。で回ってバチッ終わり。で今度は右側をかけます。はい、くるくるくるってやって、パクッとやってくる、ちょっと引っ張るんですけど、あとはくるくるって丸め、あら、ちょっと出てきた。はい、でこのままくるくるくるってやってって、はい、これだけ超簡単で、僕のかけ方なんですけど、僕のかけ方は興味ないかもしれないですけど、皆さん何がどうするかっていうと、中間はねどうでもいいっていうか、無視するんですね。中間無視っていうのは変な話ですけど、まず今度上巻いちゃいます。中間を普通に巻きすぎるとボリューム出すぎちゃったりするんで、再度巻く前に表面巻いちゃいます。
はい、表面巻きます。大体表面僕は外羽に巻いちゃいますね。表面をちょっと巻いてくるんですけど、こんな感じで表面巻いちゃいます。厚さを感じながらちょっと巻いておりますね。で、ゴムとペーパーいらないだけでも本当楽で、こんな感じで巻きます。で、今度バッグ巻いていきます。ネープ巻いて、表面巻いて、あとはミドル巻いていくような感じで巻きます。重要度が高いところを先に巻いて、重要度が低いところを後で巻きます。よく中間とかボリューム出したくないのにパーマかけて無理やり出しちゃったりとかして、またそぎを入れないとダメな結果とかなっちゃうことが結構多いので、必要なとこに必要なだけかけるっていうのがやっぱりポイントかと思うので、で巻き込みも結構これで簡単に変えれるので、はい、ここはある程度毛先がメインになってくるんで、毛先がメインになってくるんで、ここはある程度かかってないだから毛先側からちょっとかけていくんですけど、くるくるってやってそのまま巻きます。だからダッカールで留めるのがネープだけで、今日はね絶対失敗しない前髪パーマっていうのをちょっとやるんで、はい、でこれ毛先付近で、はい、カパッてやってちょっとくるくるって回して、おあとは、ちょっと前出します。あとはこのミドルは、ここ正直皆さん結構根元からここ頑張ってかけちゃうんですけど、ここってあんまりかけるとそぎ後で入れないダメになっちゃうんで、ぶっちゃけここって見えないじゃないですか、中の方とか。なのでこの中の方はかける必要なくて、ここからウェーブさえ出てればいいっていう僕は考えなんですよね。なのでここは後でかけるんですけど、ここはもうなんか適当っていうわけじゃないですけど、カールが毛先ついてればスタイルに見えるのかなって、そうすれば無駄な削ぎも必要なくなるのかなっていう安易な発想ではあるんですけど、誰かに似てるって言われますか？いや言われないですか？なんかサッシーに似てるって言われたことあります。はい、思いました。笹原さんっていうのって変なんですけど、あの人綺麗になりましたよね。なんか整形したんじゃないかって言われてますよね。なんか僕基本的に笹原さん結構まあ一般的な皆さんの意見もあると思うんですけど、僕は結構まっちゃんがやってる番組ワイドなショーで結構出てて、めちゃくちゃいい、あの人すごいですよね。多彩っていうか、ね、安定感すごいあるし、めちゃくちゃいい、トーク力もありますしね。そう、有吉のなんか番組も出てるね、完成するやつ。いや、あの人いいよ、ね、最近ちょっと良さが分かってきて、1位になるのもなったのもちょっと分かるなって僕は思ってはいるんですけど、っていう感じで、はい、あの人すごいと思います。本当になんか魅力がありますね。分かる。他の人とちょっと違う、トークも話せるし、すごいです。前髪巻きます。前髪は でサッシーみたいな前髪にしていいんですかね。はい、いいです。あれ、ああいう感じでもいいですか。あ、いいです。サッシー原さんで前髪ちょっと矯正っていうか、少し矯正っていうか、なんかちょっと後でテク使うので、ちょっと根元側から薬をつけて根元の生え癖をちょっと変えます。で、前髪パーマやりながら前髪をもっとこうちょっとここのね、癖っていうかうまくならないところが気になることになってるんで、そこは僕の方で無理やりちょっと変えます。で、これ前髪もね非常に簡単なのが、くるくるくるってできないですね、はい、長さがちょっとこれ今横に広っちゃってるかな。はい、では前髪を巻きました。前髪はアルピニングで留めます。僕
こはね、あとついちゃうとかっこ悪いんで、僕はアルピニングにします。で、今だいたい巻いてる最中で何分ぐらい経つんだろう。まあ、この状況でいつもは中間水線も入っちゃうんですけど、だいたいは。ちょっとどうですかね。でゴムかけちょっと緩くしてそのままアールで止めます。こんな感じ終了。で表面外羽に巻いてるので、まあ、ゴム跡っていうかつけづらいですからね。こんな感じだと。でももし不安だった場合は、もし不安な場合はここ1回転ぐるってこっち側に入れてもいいかもしれない。こういう感じで、あと顔周りとかちょっとゴムをずらしてこういう風にずらしてキュッてこうやったりとかは僕はしますね。これは勝手に僕がやってるだけなんで、このやり方が正しいかはわからないです。まあ、スマートロッド基本的にゴムのラバー自体が後つかなくなってるので、ここまでしなくてもいいかもしれません。僕はちょっとしてるだけというだけ。はい、こんな感じでパーマが終わりな感じですね。